チャールズ・アイブズの公共曲第3番、キャンプ・ミーティングは、1901年から1904年にかけて作曲された、小編成オーケストラのための公共曲である。作曲から初演までに40人以上を要したが、それでも5曲の公共曲中で最初に初演された曲で、あり、アイブズに対する関心が高まるきっかけとなった作品である。1901年に作曲された、 教会用の2曲のオルガン作品を原曲として1904年に作られた。1909年から1911年にかけてニューヨークフィルハーモニックの指揮者を務めていたグスタフ・マーラーがこの曲に注目しヨーロッパで演奏するつもりで楽譜を持ち帰ったが、1911年にマーラーがこの世を去ったためにヨーロッパ初演は幻となった。その後、 第一次世界大戦、第二次世界大戦を挟み、1946年4月5日に、ニューヨークのカーネギー室内楽ホールにおいて、ルーハリソン式、ニューヨークシンフォニエッタによって初演され、翌年にピューリッツァー賞を受賞した。アイブズの作品が公に認められるのは、これが初めてであった。一貫編成で、アイブズの公共曲中最も小さな編成のために、書かれている。 三つの楽章からなり、それぞれにタイトルがついているが表題音楽ではない。原曲が教会用のオルガン作品であったことから、賛美歌の引用が多い。アイブスの楽譜は実際の演奏を想定していないため、ほとんど全てに矛盾があり、そのまま演奏できないので、肯定者による差が非常に大きい。したがって出版社により、楽譜が大きく違う。ありがとうございます。